厚見ゲシは、ケシカケシ属の一年生植物。和名は、1964年に、愛知県厚見半島の沿岸部において、日本への帰化が発見されたことに由来する。日本ではアヘン法で栽培が原則禁止されている種に指定されている。なお、保健所や警察においては、学名の種商名に由来する、セッティゲルム種で呼ばれることが多い。飢化植物として知られ、 世界各地に帰化しているが、南ヨーロッパや東ヨーロッパ、北アフリカといった地中海沿岸域が原産地である。現在も原産地には多数の野生株が自生している。高さ60から80センチメートル程度でソムニフェルム種よりずっと小型である。茎は直立よく分子し、茎の上部に長さ3ミリメートルほどの肉質の合毛がある。葉は 緑灰色、共振型で、大きな結黒があって、円は鈍ョ子となり、結黒の先端には茎にあるのと同様の光毛があり、無柄で、器部は耳状に茎を抱き、固性する。ソムニフェルム種と同様、春から夏にかけて、茎の先端に直径6センチメートルほどの4弁花をつける。花はソムニフェルム種より小型で、円形に近く。 決して有の何とも言えないひどい匂いがする。花弁は白色から赤色を経て濃い紫色まで、しばしば大きな反紋がある。日本で発見されるものは白い花冠の下部に淡い、ピンク色の反転を持つものが多い。額はソムニフェルム種と同様に早落ち性で開花時にはない。開花前の蕾ははじめは下を向き、次第に立ち上がって、 開花時には直立するが、ソムニフェルム種と異なり、つぼみには、合毛が密生する。果実の形態は長級形で、先端に5から9本の放射線のある中等が残り、ソムニフェルム種と基本的に類似するが、直径1.5センチメートル程度で、ソムニフェルム種より、はるかに小型である。種子は黒色で、これもソムニフェルム種より小さく、熟した穴果ての上部の昇降から飛び出す。 散布された種子は秋に発芽して、ロゼットを形成し、春に茎を伸ばす。本種はモリヒネを含有するなど、同じ特徴を持つことから、有史以前から栽培植物化しており、野生種が見当たらないソムニフェルム種の原種ではないか、と一時期考えられたことがあったが、染色体を調査した結果、明らかに異なることがわかり、現在この考えは否定されている。ただし、 現在でもソムニフェルム種の亜種として扱われている場合がある。その場合学名はパピーバーソムニフェルムエルサブスプセッティゲルムアーカンと表記される。なお英名はワイルド、ポピーとなっているが英語圏各国に自然分布していないこともあり、この故障が本種を指す意味で用いられることはほとんどなくもっぱら学名がそのまま用いられる。またイギリスでワイルド、 ポピーといえば、通常は、在来種の野生のひなげしを指す。厚みげしが最初に発見された1964年、当時は、愛知県警察のみならず自衛隊まで出動する、騒ぎとなり、火炎放射器や重機を繰り出して、駆除に及んだ。その後、再現なく、駆除が繰り返されてきたが、未だ根絶されていないどころか、現在全国各地に事実上定着している。 本種の根絶が難しいのには、本種の繁殖力の強さにも一因があるが、1964年の発見以降に、原産国や同様に帰化した国から輸入された肥料などに種子が紛れ込んでおり、それらが日本で発芽するという侵入パターンを何度も繰り返しているゆえんもある。ゆえに、気がついたら道端や放置された草むらなど、その辺に勝手に生えているのが現状で、 その都度警察や保健所が出動する騒ぎが繰り返されている。しかし、消失部のようなという比喩表現からもわかるように、本種を含めた消化植物の種子は非常に小さいため、現実的な水際での防止策が取れず、ゆえに開花に至って抜け取り焼却といった現状の駆除法にならざるを得ない一面がある。本種は他の多くの気化植物と同じく都市の空き地、 海奥、路肩、人手で整備された河川敷や農地など、ある程度人間により、生態系が拡乱された場所に侵入する。なお、日本においては、現在に至るまで本種は発見され、次第、警察や保健所の手で駆除されているので、本種により、生態系が何らかの影響を受けることはまず、考えられない。本種の未熟化のアヘンアルカロイドの顔料は高いが、 本種のピーナッツ大の未熟化は小さすぎるので、原始的なヘラカキ作業によるアヘン採取は費用や手間を考えると現実的ではない。世界中を見回してもアヘンやモルヒネの採取には、ケーラン大の果実をつけるソムニフェルム種が用いられるのが一般的である。また、本種にアヘンアルカロイドが含まれていることが分かったのは1953年になってからであるので、 原産地では古くから自生しているにもかかわらず本種からアヘンが採取された記録もない。であるが第二次大戦後に一般的になった刈り取った植物体を有機溶媒に進出させるといった科学的手法を用いれば本種からモルヒネなど麻薬成分に指定されたアルカロイドを効率的に抽出することが可能である。ゆえに日本では 本種とソムニフェールム種の全面的な原則、栽培禁止が変法に謳われており、毎年5から6月の開花期になると、各地の保健所が中心となって、上ではいけない消しの周知徹底を図るキャンペーンが貼られているが、上述したように、駆除の現実はいたちごっこと化している。また、園芸愛好者の多い日本であるが、キャンペーンの効果も虚しく、 栽培禁止はそれほど周知されておらず、その辺に生えてきた花だが美しかったので、栽培していたというケースも多い。植えてはいけない消しである本種やソムニフェールム種と植えても、良い消しである、園芸用のひなげしや野生化している長みひなげしとの、際には、注意が必要。具体的には、両種の特徴である葉が茎を抱くようについている、消しには、要注意である。そのため、 開花する時期には、警察署の生活安全課などが巡回し、指導監督している。また、自生等を見つけた場合警察に百刀番通報、した方が良い。なお、日本以外においては、観賞用として栽培するのであれば、合法とする国が多く、日本のように本種や観賞用の園芸種も含めた、ソムニフェルム種の栽培そのものの禁止を徹底している。国は稀である。ゆえに、 そういった事情を知らずに、園芸愛好者が外国から種子を輸入し、それを栽培するケースも、ままある。特に、欧米の種苗会社の販売する種苗には、学名表記の部分に、本種や鑑賞用のソムニフェルム種の種商名を略して、代わりに品種名を添えて表記しているので、海外から種苗を輸入する際は、注意が必要である。また、 ひなげし等のけしかの観賞植物の種子に稀に混入する場合がある。種子は非常に似通っているので区別は困難。なお、製薬会社や大学や国などの研究機関の薬草園では特別許可で栽培はされている。当然、厳重な管理の栽培である。2008年5月13日、茨城県下妻市の古海川沿いの公園で、 下妻警察署の警察官がパトロール中に厚み消し数十万本を発見した。公演は2008年5月24日、25日に開かれる予定の古海川フラワーフェスティバルの会場だった。試食員によりすべて抜き取られ、見分けがつくようにポピーの数を制限するなどの対策を取ったが、翌年には生えていることが確認された。過去の写真を調査した結果、 2004年から生えていたことが判明した。また、岐阜県の蟹川では堤防に多く自生しており、抜き取ってはいるが、毎年のように生えている。市では、同じく問題となっているヌートリア、アライグマと合わせて、ノック撲滅作戦を展開している。ありがとうございます。